三つのピアノ商品作品11は、アルノルト・シェーンベルクが1909年に作曲したピアノ商品集。この作品に以前に調整で書かれた中作期の三つのピアノ商品があるが、この作品11とは別の曲である。世界で初めて完全に共和音と不共和音を区別しない無調を実現した音楽作品である。とはいえ、第二曲は、 反復が多くに単調を想起させるパスージが冒頭から現れる。第3曲は無主題性が冒頭から極端なまでに主張される。難しい作品として舞台で演奏されることはほとんどなかったが、現在は音楽大学の教材としても使われる。第2曲をフェルッョブゾーニが演奏会用バージョンに拡張したものがある。1910年1月14日に、 エッタ・ベルンドルフの手で行われた。初演の録音は現存していない。1970年代に内田光子の手で行われた。後に日本初演とは別のスタジオ録音をフィリップスレコードから出している。日本人では内田光子、井上直行、高橋裕二、近藤信子、園田隆弘、洋子広田の録音がある。グレン・グールド、エドワルト・シュトヤーマン、 フローラン・ボファール、ピ・セン・チェン、マウリツ・ヨ・ポリーニ、ピナ・ナポリターノ、ダニエル・バレン・ボイム、クロード・エルフェ、ピーター・ゼルキン、ポール・ジェイコブス、アレクセイ・リビモフ、トマス・ラルヒャー、ピーター・ヒル、ヘルベルト・ヘンク、オット・ツィカーン、サラ・ロゼンバーグ、アラン・ヌブー、ユルク・フォン・ビン・チュガーの録音もある。商業録音はないが、マリ,リン・ノンケンと、大井・ヒロアキが全曲の演奏をライブで果たしている。 商業録音を持ちながら、シェーン・ウェルク・ピアの作品全曲演奏会を達成したのは、井上直行とピシェンチェンである。ありがとうございます。